はい。彼ら効かない魔法をひたすら打ち続けてますね。引き分けっていうパターンもあるんで、この通常攻撃が、ちゃんと当たらないと、一向に HP 減らないんで、魔法ばっか打ってる場合、引き分けになりやすいんですけど、これもきっと引き分けになるのかな。今、戦うラッシュがあったけど、なんかまた魔法ラッシュになっちゃったんで。だいたい引き分けになる確率が 80% とかね、これ数値出てるんですよね。うん、出てるんですよ。若干やったんでね、覚えたんですけど。ただ、これやっぱり確率なんで、場合によってはね、そのどれが勝つかわからない。つまり、全部イーブンみたいなね、パターンもあるんで。今回のこの、うん、こんな感じでね、引き分けになるんですよね。長引いたため。ただ、唯一勝つ可能性があるモンスターとかもやっぱりいて、確率に 20% くらいの確率で今回だったらメタキンとかね。で、80% の確率で引き分けみたいな。うん。これな、これな。の、どれが勝ってもおかしくないんだ、こういうのは。これは運なんですよ。なんで一番確率が高い、あ、倍率が、オッズが高いやつにかけると。うん。オッズ。見込みとかだったかな、確か。和訳すると。だから、掛け率のそのあれに、あれの時に言われるよね、オッズは。特に競馬か。競馬で言われんのかな。ボートレースとかも、きっとオッズとかなんじゃないかな、知らないけど。あれですよね、何色のアッキーナが好きみたいなやってたじゃないですか。自分が掛けたのは C だったな、確か。おお、勝ち残った。一番、オッズが高かったのに。で、ポーカーと一緒で、うん。獲得したコインをさらにかけることができる、次の試合に。ただ、モンスターがその時点でわからないんで、まあ、見ての通りなんですけど、これどれだかわかんないんで、ちょっと検索するぞ。申し訳ない。実況中なのに検索するぞ。ドラクエ4、んー、モンスター、格闘とかで出てくるんじゃない？モンスター格闘になっちゃったわ。ちげえわ。モンスター格闘だよ。モンスター格闘って。あ、モンスター闘技場の方がかっ、いいのかな。うん、これね、確率出てるんですよ。さっきも言った通り。あ、はいはい、出てた。グレートオーラスから始まるやつ。グレートオーラス。うわ、ねえな。グレートオーラス、あった。ダゴンが 75% の確率で勝つらしい。かなり高いな。なんでだろう。あ、ダゴンが2回攻撃なんだ。あ、でもなんか今、若干鬼信号なんじゃないのこれ。ただヒットポイントが高いって意味でか。でもあと2回くらいやったら多分ダゴン死ぬぞ。これ2回食らったら死亡なんじゃない？お、耐えた。うわ、勝った。グレートオーラスの確率が、勝率が 20%。ヒットポイントが300で、多分、残り HP 多分20くらいしか残ってなかったはず、今のは。うわ、びっくりした。勝った。まあ、75% かなり高いような感じがするけど、でも4回に1回は負けるってことだったんで、まあ、今回の4分の1が出そうな感じがしたけどね。ああ、びっくり。意外とあるんだな、勝てるんだな。あ、これ多分、でも、これはさ、オッズ見ての通り、真ん中で確定なんじゃないの？一応見とこうか、ご紹介のためにも。探すのに時間がかかるな。結構あるんでね。ドラゴン、あった、これだ。大目玉の勝つ確率 4% しかないじゃん、これ。引き分けの率が 10% 程度で、倍率と逆で本人を使えるドラゴンバタフライの方が勝率が高いらしい。だから A か B を選択して、まあ、確率はどっちも一緒なんで、うん。
オッズが 0.1 倍でも高い方にかける。この、大目玉の攻撃が、どっちに集中するかによるのかな。ただ、本意味戦になると引き分けるってことか。今でも B めちゃめちゃ優勢だと思うよ。まだ1も食らってないもん、これ。お、やっとここで食らったか。火の息は全体攻撃なんだな。B がちゃんと、ホイミ撃つんだったら、B が優勢だけど、お、撃ったね。ホイミがあと何回撃てるかだよね、こいつらが。あ、MP 足りない。そしたら B の勝ちなんじゃないの？あとは通常攻撃をちゃんと撃ってくれば、賢さ勝負か、こっから。おー、勝った！すげえ！こんなに勝つことってないでしょ。だって 42% だもん。ほぼ半分の確率で負けるんだからさ。これすごいな。これやっぱ実況補正だわ。実際、実況外でやったら全然勝てないよ、こんな。全然勝てない。うわ、びっくりだわ。1万とか。もう全然か、ああ、終了になっちゃうんだね。強制終了なんだ。しかもこれ。あ、オッケーオッケー。あ、こんな感じでさ、ちょっと時間余っちゃってるんで、もう一回ぐらい言っときます。これはハエ男で確定なんじゃないの？どうなの？あ、うん、でもね、52%、それでも 52%。だから、そんなに高いわけじゃない。面白いね、モンスター闘技場って。何が起きるかわからないから。あ、でもまさか実況中に1万超えするとは思わなかったわ。ちょっと意外だ。あ、絶対勝てる試合とかもあるんですよ、これ。100% 勝利っていうやつもね、確かある。それもお見せしたいな。全部均一で 35% とか 30% もあるね。びっくり。あ、あった。炎の戦士はぐれメタルブリザードマンっていう試合で、勝率が 95% はぐれメタルっていうのがある。ドードドリ、マージマタンゴ、コンジャラ、コンジャラってなんだ？あ、これだな。マージタンゴが 40%、ドードドリが 40%、コンジャラが 20% で、必ず決着はつくらしい。ただその、ドードドリが 40% で均一なんだけど、マタンゴになぜ選ぶかっていうと、倍率ですね。ドドドリは1倍、1点何倍とかなのに対して、マージマタンゴが 40%、あ、違う、4倍くらいの、オッズなんで。それだったら、倍率が高い方を選びましょうって話ですね。このマージマタンゴがきっと本意味使えるから、かなり有利だとは思うけど。わい、負けました。一番その勝率が低い 20% のコンジュラが勝つ。こんなこともあるんですよ。これがね、なかなか難しくて、なかなかお金は集まらないのね。さっき1万いったからちょっと驚いてたって。そういうことなんですよ。全然ね、確率なんで。確かに一番高いやつを選びがちだけどね。確定試合もあるからなんとも言えないところだが、大体はその参考にならないですよね、確率って。特にギャンブルにおいては確率は全く、うん、無関係ですよ。不合理に身を任せてこそのね、ギャンブルなんで。何度も言うように。それにしてもないな、キラーアーマー、これか。35、35、35、35、35、35、30か。じゃあ狩猟の使いで行ってみるか。もう全部どれが勝ってもおかしくない。おお、ザキか。よう聞いた。でもこれキラーアーマーの勝利なんじゃないの、ザキ次第。うわー、勝った。ザキ聞くんかい、どっちも。マジか、あいつ強えな。このパターンはレアだと思うぞ。さあ次、地獄の鎧ドラゴンパピー、イエティ、イエティ強そう。あー、ドラゴンパピーが 45% で一番高い。2回攻撃のドラゴンパピーが多少有利だけど、
2回攻撃するわけではない、確実にね。イエティにも吹雪があるため微妙。倍率次第でイエティかけるのも手って感じ。吹雪っていうかこれか、凍りつく息か。おー、勝った。戦闘は全然見てなかったから、ごめんごめん。全くどういう状況か分かんなかったけど、勝っちゃいましたね。これで1000枚近くなったのかな ?750 とか。かけますよ、当然。おー、4体で、でもなんかかまいたちっぽいね、やっぱ。オッズが一番低いやつが多分一番確率は高いんじゃないかな。うわー、めんどくせえ。上から32、20、13、35だって。早男、魔法トーン、リリパッド、スクラ、トサカヘビ、ルカナン、かまいたち、バギット、全員が一発芸を持っているので、ランダム性がかなり強い。誰に、攻撃が集中するか。例えば今のトサカヘビのルカナンが、かまいたちに集中していれば、とかね、結構変わってくるんだろうけど、今攻撃がかまいたちに集中してるから、若干不利かな。一番有利はどこかな。早男っぽいな。ちょっと攻撃が集中してる気がする、かまいたちに。今多分いい勝負。おお、勝った。多分魔法トーンじゃなくて攻撃だったら死んでた、かまいたち。うわー、すげー、いい勝負だなぁ。これが、面白いところだね、ほんとね。うわぁ、発狂するわ。発狂はしてないんだけど、すごい興奮するなぁ、見てるだけで。すげぇな。あ、実況中だからこそ勝てるあれだわ、これ。さあ、どうなる?ははは!ははは!負けそう、これ。負けそう。75% とかだったらね、喜んで、選択するんだけどね、これ。これもまた初めてのパターンだよね。ベロベロデビルプラント、あ、でもデビルプラントってなんか強そう。あ、これ強いぞ。倍率、オッズ一番高くて一番勝率高い。 56% なんで結構高い。ステータス的にデビルプラント、ベロベロのマヌーサによって逆転もあり得る。つまりマヌーサ次第か。マヌーサがなければほぼ確実にデビルプラント来た。あ、包まれたぞ。さあ、フラグが立った。完璧なフラグだった。しかし MP が足りない。さあ、こっからどうなるかですね。MP は、もうすべてのキャラクターがなくなったんで、あとは通常攻撃勝負。マヌーサが、あ、溶けた!溶けた!勝つかな?おー、勝った!うわー、勝っちゃった!うわー、すげー!そのマヌーサによっては逆転もあり得るっていう発言から速攻マヌーサかけられて、おっと思ったんだけど、勝ったか。これ9000くらいで止まってくれるとね、ベストなんですけど、多分1万超えちゃったね。この勝負で、うん、1万超えちゃったと思う。あー、超えちゃったね。あー、ということで終了いたします。あー。いやー、楽しかった、もう。すげーな。2回勝つとは思わなかったな。じゃあ、せっかくなんでなんか見てみます。多分買えるようなものはないんだろうけど。10万ラーの鏡ってなんだろう。ゴスペルリングはあれですね。あの、つけてるとモンスターがエンカウントしなくなるってやつです。ははー、いやー、勝ちましたね。ちょっとびっくりだったな。今作は、うん、スゴロクがないようで、どうやら。スゴロクをお見せすることはできなさそうだが。いやー、楽しかった。いやー、皆さんもね、ぜひ、楽しんでみて、楽しんでいただけたらなと思います。いやー、楽しかった。それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。